グウェン・ルネステファーニーはアメリカ合衆国の女性歌手。スカパンクバンド、ノーダウトのボーカリストでもある。ステファニーとはイタリア系のファミリーネームであり、実際にはステファーニーと発音する。ステファニーという女性のファーストネームとは全くの別物である。日本での愛称はグウェンちゃん、またはグウェン・ネーさん。カリフォルニア州オレンジ軍フラートンにて、 イタリア系の父親とアイルランド系及びスコットランド系の母親の間に生まれる。隣接するアナハイムにあるロアラ高校に通い、その後カリフォルニア州立大学フラトン校を卒業。10代の頃に実の兄とバンドを組んだのがきっかけで音楽活動を始める。1992年にノーダウトのボーカルとしてアルバムデビュー。1995年の トラジックキングダムがヒットした。2001年には U2 のエレベーションツアーで前座を務め、ラスベガス公演ではゲストとしてライブに参加している。この前後から女性ラッパーのイブやテクノミュージシャンのモービーの作品への客演をこなすとバンドの活動と並行してソロ名義での活動を推し進めていくようになる。2004年初のソロアルバム、ラブ、エンジェル、ミュージック、 ベイビーを発表した。グウェンは大の日本美意気で、特に原宿を好み、このアルバムにも原宿に集まる女性からインスパイアされた原宿ガールズや h ワット・ユー・ w a i ティング・フォー・リッチガールという曲がある。曲中には日本語が使われている。同年10月にセカンドアルバムザ・スウィート・エスケープをリリース。メインプロデューサーはファレル・イリアムス。 日本のオリコンチャートでは週刊アルバムチャートで初のトップ10位を果たすなど日本でも大きなヒットとなった。先行シングルである Wind It Up は映画サウンド・オブ・ミュージックの劇中歌である一人ぼっちの羊飼いを大胆にサンプリングした非常にアグレッシブな曲である。プロモーションビデオもサウンド・オブ・ミュージックを意識して作られている。現在のダウトは彼女以外のメンバーで 新作アルバムを制作中である。シンガーとしてだけでなく、モデル並みのスタイルの良さと、そのファッションセンスで圧倒的な支持を得ている。LAMB というファッションブランドも手掛けている。また、2004年公開の映画、アビエーターでは、往年の女優ジーン・ハーローを演じている。1987年から1994年までは、ノーダウトのベーシストである、トニー・カナルと交際。 2002年9月14日に、イギリスのロックバンド、ブッシュのフロントマン、ギャビン・ロス・レイルとロンドンで結婚。2006年5月26日には長男を、2008年8月21日には、次男を出産。2015年8月3日に離婚を発表。ありがとうございます。